キチャンネル。ちょっ、さあシーズン半分終わって総チェック、はい、今日は中日ソフトバンク編です。おー、まずはドラゴンズ、はい、現状32勝38敗6引き分け、借金6、A クラスに 3.5 ゲーム差。まあワンチャンあるね。ワンチャンある。まだね、うん、全然ね、うん、その中でね、どう戦っていくかよ。まあこのね、6月月間というところではカリステ3割11厘、細川3割8厘打ってんじゃん。福永2割9分2厘、打ってるよ。そうっすね、10決に3人入ってんの中日だけだからね。そういった意味ではね、結構打ってるけど。打ってるんですよ、うん、中日6月10勝2敗借金に得点41点。嘘やろっていう。6月得点41点、ダントツ最下位やで。そうっす。一番多く取ってるチーム、ヤクルトの84点、倍以上やで。失点79、1位です。一番取られてる。逆にそれなのに借金にてよく収まったな。逆にね、チーム打率2割2分4厘、ホームラン9本、盗塁9、エラー17、最多エラーも多い、基本塁打11。え、バンテリンやのになんで11本もホームラン打たれてんねんっていう。だからビジターで打たれてるんだよな、結構ね。で、防御率 2.67、 先発 3.15、 悪い悪い。リリーフはもう最強やな。ピッチャーがなんとか頑張っていくしかないよね。その中でもなんか絶対的な先発もおらへんしな、今感じで言うとね。だってなんとだよ、なんとなんとなんと推奨権ね、中日代打成功率1割5分3厘、セ・リーグ最下位です。おらんもんな代打。しかも結構ね、盗塁で、ね、あの仕掛けるんかと思ったら盗塁25個、阪神に次いで少ないけど成功率5割9分5厘、結構成功率も低い。得点174点は、唯一セ・リーグで200点届いてません、ね、得点圏打率2割3厘、圧倒的最下位です。でこうなってきたらよ、ホームランも少ないのよ、ね、中日31本でもう、広島に次いで最下位なのね。そうなってきたらよ、ツーベースとか増やしていきたいじゃん、うん、ってなった時にツーベースも82本と広島に次いで少ないね。もう単打打線やね。単打ね、うん。で、出塁率2割8分1厘と、一番悪いね。長打率も3割9厘。で、得点圏打率2割3厘でしょ。打点164本。最下位。打線です。でも、防御率もやっぱり、リリーフ以降は最強やな、やっぱり。そうっす。だからもう、なんとか5回まで先発頑張って、だから最近の2対1とかのゲームしていくしかないよな。なんとかロースコアで、まあ、1点やっと取って、ね、終盤はもうリリーフの任せて最強リリーフ陣でなんとか勝っていくっていう、もう岩瀬さん守護神の時のネオ岩瀬さん、あの時の落合ドラゴンズの戦い方やるしかないよな。清水、斎藤豪樹、松山マルチネスね、藤島ね、最強やろ。最強っす。もうどうやって打つのっていうぐらいのいいピッチングね、抑えていくやんな。打撃苦しいな。でもね、細川カリステ福永が打ってんだからね。だからチャンスで打ててないんだろうね。そうなんですよ、去年と一緒やな。今でもなんとか踏ん張りどころやな。めちゃくちゃ踏ん張ってますね、ギリのな、はい。まあ先発もうちょっと頑張るか。だって打つのはもう今から打てって言われても仕方ないやろ。もう無理やろ、はい、そんな簡単に。しかも福永とか細川カリステ打ってるわけだから ね、 打ってますね。やっぱ作戦やな。泣かぬなら泣かせてみよう、ホトトギスや、ね、点入らぬなら入れるために動きましょうや、うん、もうピッチャー陣も小笠原ね 1.94 で4勝6敗、ね、で橋本調子良かったのに怪我で、ね、で梅津は怪我明けだけど、ね、ローテーション明けて、で高橋朗と 0.74 で4勝1敗、で涌井 3.08 2勝5敗、ね、大野雄大ちょっとはピリッとせえへんよな、ね、松葉2.58 で3勝3敗。松葉頑張ってるよな。そう思ってますよ、4月打ってますよ、うん、いい感じでね、まあ、バッティングもいいし、うん、柳が 3.41 で4勝4敗。なんかピリッとせんよな。援護率 2.26 だから、ダントツ最下位だからね。そうですね。クオリティスタート率 57%、 ヤクルトに次いで低いけど、まあここはもうリリーフいいから、もうクオリティスタート率は低くてもいいと思う ね。もう勝ったらリリーフつぎ込んでいって、もう1点差を勝ち切っていくっていう野球していくしかないからね。でも何が、西川が2割9分4厘で打率上がってきた。西川状態いいですよ今ね。はい、だって板山ね、うん、あ板山いいね、はい、だから中で、ね、ようやく
打順が固定できそうなぐらいの戦力に なりつつあるんですよ。踏ん張りどころやな、ここで。もう作戦してでも1点取り、もう序盤とかも関係ないから、取れるうちに点取ろ。そうですね。もう常に雨でコールドゲームになるかも状態にしてしよう。もうそんないきなりビッグイニングじゃなくて、もう1点ずつ小刻みに取っていって、それをもう逃げ切り勝ちでいくしかないな。 それが今一番合ってんちゃう。中日にはね、リリーフがいいからね。もう強み生かすしかないやんな。ドラゴンズってはもうリリーフ最強やから、もうそれを生かすためにはもう序盤からスクイズでも何でもして貪欲に1点取りに行って、2対1、1対0でもしっかりもう勝ち切る。苦しいとかもう言ってる場合じゃない。それやな、それでいこう。だから作戦面増やそう。そういう意味ではやっぱこう盗塁が少ないのはダメや。だからエンドランとかバントでもいいし、かき乱してね。そうですね、うん、でとにかくワンアウト3で、もうだから先頭ツーベース打ったら送りバントや。とにかくもう我慢強くワンアウト3塁を作って、ヒットじゃなくても1点取れる。しかも序盤とか最近野球下がるからね、はい、そこでもう内野ゴロ打ってでも1点取るっていう、そのとにかくチームのために1点取る野球をして、最強のリリーフ陣にバトンタッチやな。これが多分今できる一番いいことじゃん。 それを7月やってみよう、うん、でまた考えよう終盤。それが多分速攻性ある処方箋やな、うん、続いて、ソフトバンク、はい、優勝おめでとう。もう優勝やろこれは。貯金だってお前30なるかっちってたからね。今49勝21敗3分け、貯金28、昨日勝ってた貯金30やで。柳田抜け、牧原、三森抜け、去年は栗原とかも抜けて、リチャード、野村大地、いろいろ来たけど、誰も埋めれない状況でね、なんとか3位に滑り込み、シーズン途中12連敗もありながらっていうのもあったけど、今年は広瀬、いいやんな、ルーキー、セカンドでな、慶応で、外野、正木、慶応、打率3割やで。柳町、慶応軍団めっちゃ頑張ってるやんな。そうなんです。で河村もね、2割7分7厘とね、安定的にいい感じで一軍でもいるしね。だからその怪我でいなくなったところに、しっかり今年は2軍から来てる選手たちが埋めきれてるよな、うん、それでかいよね。そうですね、うん、でね、あの川瀬もまあ出場機会少ないけど3割2厘と3割超えのね、うん、きっちり残してるし、シュートも2割6分で盗塁24個もしてくれたらいいやろ。この前って40個いくやろ、はい、で山川全然30試合ぐらいホームラン打ってなかったけども、それがあんまり影響してないもんな、はい、近藤とかもきっちり打つしね、はい、近藤ちゃん月間やばいっすかね。やばいよ、月間打率4割1分3厘やないかっていうね。しかもホームラン7本、三冠王あるで。 OPS 1.290 やで、出塁率5割1分6厘、えぐいね。えぐいっす、うん。ピッチャーもね、ボイネロ、ね、有原安定的、ね、今年は東浜もなんとか粘っていいピッチング、で大津ね、2.19、でヘルナンデスもリリーフ左でいいしな、はい、ちょっとオスナが不安あるけどね、松本裕樹いい感じも投げてる、ね、大関、ね、スチュアートジュニアがいいね、ホープいいね、何回も言うけど、俺も全試合チェックずっとやってるから、俺スチュアートジュニアのホープ知ってんねん。俺一番分析してるよ、スチュアートジュニア。いやもう優勝やな、もう12連敗せんやろ。本当のマジックじゃないけど、俺が思うマジック40で、あと、70試合、あと70試合で40だから40勝ね。だから40勝30敗優勝です。今のソフトバンクにしたらめっちゃ勝率低いで、5割7分1厘だもん。5割7分1厘って今のロッテよりちょっと勝つぐらいだからね。そしたらもう優勝です。40勝すれば89勝になるんで、だからあとソフトバンクはマジック、まあ、40か37、8、37、8でもいけるんちゃうかと思うけどね。もうこうしましょうとかないもんな。ないですよね。だってもうあの4月ね、チーム打率2割5分9厘1位、ホームラン17本も1位ね、でチーム防御率 2.13 も1位で、5月、ソフトバンクチーム打率2割5分5厘は3位に落ちるけども、13勝9敗で貯金4しっかり作って、チーム防御率 1.91 とちょっと打線落ちたかなっていうところではピッチャーが踏ん張って、6月もソフトバンク17勝5敗、貯金12ね、チーム打率2割7分7厘、ホームラン18本、ピッチャー2割6分、ちょっと下手ったけども打線で打ち勝つっていうね。ソフトバンクファンの皆さん申し訳ないですね、
あの言うことないです、はい、強すぎて。もう優勝、今この動画が終わった時に優勝おめでとう動画撮りたいぐらいまだ早いね、さすがにね。いやでも本当そうですよね、言うことないですね。好きないね正直。しかも怪我人でいなくなってもそこ埋めてるやん、はい、控えの層のね厚さが去年は薄いな、数いるだけで全然埋まれへんやと思ってたけど、今年はルーキーも含めてきっちり埋まってね。まあもうホークスこのまま普通にやったら優勝だ ね、 ね、よっぽどのことがない限り、ね、よっぽどの、もうそのよっぽどなんやねんっていうところやけどね、そういった意味でもね、はい、ホークスは今まで通りやっていこう。実質マジック40ですもうあの相手ドラゴンじゃなくて40回勝ったら優勝です70試合のうち、はい、で下手したらあれですよ、あのドラフト1位の前田君とか多分投げさせますよ。 あるな、あるでしょ、あるある、もう初登板デビューみたいな、あるな8月優勝あるな、あるな、もう次動画撮るときマジック、本当のマジック出てる可能性あるわ。今でもマジック40だから、はい、ね、皆さんソフトバンク頑張っていきましょう。それを倒すにはね全勢力でいかないといけないですよ、はい。